それではここら辺でルールをご説明いたします。日本肝試し振興会発行の本年度版公式ルールブックによりますと、肝試しとは人が恐れるべき場所に行き度胸があるかどうか試す競技となっていますが、今回の人が恐れるべき場所は墓地の奥にある古井戸になっております。そこでそこまで到達できたかどうかのジャッジを日本肝試し振興会正式審判員の私くるみが務めさせていただきます。そうじゃなくて最初から言ってて競技の結果を判定する係。だってくるみはいつも言ってるから全然怖くないもん。それに一人で向こうで待ってる方が普通怖いよ。それもそうだね。じゃあくるみちゃんよろしく頼むよ。そうね。もうそうやって自分勝手なんだから。それじゃ出発。やるよね。で、肝試しっていうのは大概2人組のペアになったりするでしょ。でもね、ちょっと思ったんだけど、私たちって全員で6人いるよね。それでくるみちゃんは審判だから実質5人じゃない？5人ってことは奇数ってことじゃない？うん、だからね、私グーパーグーパーの順で手を出すから。まこともその順番で出してくれると嬉しい。
あのね、ここに眠ってるのは全部無縁仏なんだって。無縁仏？うん、例えば浜に上がった身元不明の水死体とか、森の中で首をくくった身寄りのない老人とか、生きながらにして深い穴の底に放り込まれた無実の罪人とか、あとはね、ありがとうくるみちゃん、もう十分よ。やろ、肝試し。もうみんな怖がりだな。大丈夫だよ。万が一取り憑かれたとしても、くるみが有名な霊媒師を紹介してあげるから。それじゃあ早速ペア分けのじゃんけんだね。同じ手を出した人が2人いたら、それでペアが成立ね。で、3人とか4人とか5人とか同じ手の人がいたら、その人たちだけでまたじゃんけんするの。わかった？僕らは3人一組で。ブブー、ダメだぴょーん。日本肝試し振興会発行の本年度版公式ルールブックによると、肝試し中は常に1人もしくは2人で行動すべしとなってるんだもんね。そんなものを。せーの、じゃんけん。ほい。釣られて出してるんだよ、僕は。というわけで、ペアも決まったことだし、次に今回のルールについて説明します。
最後なんて問題外。普通こういう時は真ん中を選ぶのがセオリーでしょ。まことと組もうなんて思った私がバカだったよ。先頭に立つぐらいなら一人で真ん中歩いてた方が全然マシだよ。ねえ、まこと、今なんか聞こえなかった？そうかな。ほら、やっぱりなんかいるよ。大丈夫じゃないって。ちょっと、なんで黙るのよ。黙らないで。なんか喋ってて。なんでもいいから、なんでもいいから、とにかく明るい話。ごめん、やっぱり黙っててもらえる？いいから黙ってて。嘘、やっぱ喋って。だけど、別の話ね。じゃあ、歌を歌って。できれば、陽気なやつがいいな。わかった。
まただよ。ねえ、なんだか私たち、さっきから誰かにつけられてるような気がしない？誰かにじーっと見つめられてるような気が。別にそういうんじゃないんだけど。